お待たせいたしました。アンティークソファー。衣類収納型ロフトベッド。その二つに続く、牢屋家具シリーズ第3弾。今回は、おしゃれと機能性、コスパ、3つを兼ね備えた最強のテレビボードを紹介したいと思います。ほんと、おすすめ。はい、今こちらで一番小さなサイズになっております。よーい。カメラ OK、音 OK、役者 OK、よーい、スタート。はいどうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。今回ですね、牢屋さんのテレビボードを購入しました。監督今テレビボード持っておりますが、なぜまたテレビボードを買ったかと言いますと、監督のうちにですね、友人が来まして、なんかしなってねっていうことになりまして、見てください、こちら見てください。微妙にですね、下がたゆんでおります。気づかなかったんですが、重さに耐えきれずにゆっくりこういい感じでしなっておりました。見た目は気にしないんですけども、まあそう言われると気になるタイプ。はい、あとですね、監督ラボの動画チャンネル、現在ですね160本以上出しておりますが、そのベスト1と2がですね、このメーカー牢屋さんの動画です。3番目に乗っかるというわけで、というのもありますが、別に牢屋で探したわけじゃなくて、本当にいいなと思ったものが牢屋さんでした。これはガチです。そしてあともう一点なんですけども、自作パソコンを今作っておりまして、でパソコンをテレビ画面でプレイしたいので、パソコンを置いても景観を損なわないテレビボードが欲しいというわけで、2つの理由からこれだっていう形で決めました。まず1つ目、トランスフォームができる変形ですね。後で詳しくお伝えいたします。はい、そして2つ目、まあ、実際には2つあるんですけども、収納性とおしゃれが融合したパーフェクトなテレビボード、というわけでこの牢屋さんのテレビボードを購入しました。ちょっとですね、周りがごちゃごちゃしてて申し訳ないのですが、ここまでがテレビボードです。はい、というわけでですね、綺麗になりました。ここにね、テレビボードが収まる感じで設置していきたいと思います。で、その前にですね、牢屋さんのホームページからですね、家具の配置のイメージがわかるですね AR アプリというものがありますので、こちらもちょっとやってみたいと思います。はい、というわけで牢屋のアプリです。こちらがですね、今回購入したものとなっております。サイズ感を確認、こちらをします。そうすると、牢屋 AR とありますので、こちらでカラーも選びます。こうやって動かします。動かします。はい、出ました。ちょっとですね。あ、狭いな。ただ、こちらはですね、一番長い状態なので、実際のサイズはですね、これくらいでかいというか、カラーバリエーションも、まだ？おきゃ、おー。まあ、3D 感はあるんですけども、サイズ感を確認するで AR を押す。そうしますと、こうやってぐるぐる回します。はい、出ました。まあ、これぐらいだったら小さくてかなりいいかなと。実際このスマートフォンで見てみると、ちゃんとね、3D 化されてオブジェクトとして出てきますので、確認できる仕様となっております。例えば、まあ、絶対買わないですけど、このピンクのソファーも、こうやって置いて回すことによって、おー、出たい！はい、こういう感じで、まあ、手はね、こう貫通しちゃうんですけども、動かしたりできますので、どういったサイズ感で置かれるのかということを見る分に関してはありかと思いますね。まあ、こう見たらなんか、この壁紙で結構合ってる感はすごいあるよね。早速、物を出していきたいと思います。いいよ。まあ、かなり重たいです。ニューブルース2テレビ台、色も間違いなくホワイト。早速開けていきたいと思います。オズモくんの映像でアップ目も撮っていきたいと思います。はい、ではですね、中を開けていきたいと思います。あ、また持ってきてる。これでは開けます。はい、取扱説明書ですね。うわー、これちょっときつそうだな。めっちゃ熱い。うわー、ちょっと見てこれ。うわー、すごい量の金具。頑張ります。すべて開けました。いやー、ものすごい量ありますね。作る際にですね、A と B を選ぶ必要性がございます。監督はですね、B を作っていきたいと思います。今回最強の助っ人、電動ドライバーもありますので、頑張っていきたいと思います。はい、白衣がですね、めっちゃ足に引っかかるんで、外しました。開始して5分なんですけども、このゾーンでエナジーをチャージしながら作っていきたいと思います。おぉ、あ、うめえ。カルピスソーダ、冷えてて、美味しいです。ゾーン、おすすめです。こちらの動画でも紹介してます。
の字に乗せたやつを起こして乗せる。起こして乗せるってどういうこと？2番をこいつ1番。あ、2番。これ逆かもしれない。あれ？あ、こうか。これだったら、オッケーよ。やばい。もうボンドがないな。むずい。オッケー。あ、でも今度こっちずれた。あ、よし。多分分かった。こうで、はい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 。あとは、はい、というわけでですね、完成しました。で、これはですね、前の棒なんですけども、サイズ感を見ていただくためにも置いておきました。イエーイ。はい、どうでしょうか。まあ、結構レビューにもですね、作るのが大変というレビューがありました。電動ドリルあった方がめちゃくちゃいいです。ドリル持ってなければこいつを買った上でやった方が 100% やりやすいです。というかね、これがあると楽しいです。もし作るのであればこれでもできるけども、かなり時間かかります。部屋の形に合わせて形を変える家具、新しい置き場所が自由自在です。なんと伸縮できます。そして向きや角度を変えることができるんですよ。今こちらですね、一番小さなサイズとなっておりますが、ならならなんとですね、はい、横に伸ばすことができちゃいます。こうかな。はい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 。一番最大まで行くには、ま、ぶつかりました。あ、ちょっと一緒に来た。よし。はい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 、はい、一番最大長くするとこんな感じになります。こんな感じですね。はい、部屋に合わせて形を変える家具というですね、新しい選択肢が生まれます。充実した見せるオープン収納、棚と板で隠すのではなく、もう見せる収納、見栄えも考えられましたテレビボードです。 CD が縦に入る大容量な収納スペースが2つ付いております。そしてスライド式となっておりまして、軽い力でさらっと、さら軽い力でヌルヌルと動くスライドレールが採用されております。引き出しが1、2、ここまで開きます。 DVD や CD をですね、おしゃれに飾ったり小物を飾ったりですね、様々な見せ方を考えることができます。真ん中は、広い空間ですね。で、小さなこちらのサイズ感で、さらにここで、あと漫画サイズですね。化け物語は、あ、いいですね。いい感じでちょうど入りますね、ここね。はい。一本、この板がありまして、この板はですね、例えば仕切りとして、好きな場所にですね、ぶつかったら倒れちゃうんですけども、自分のね、こういった隙間が欲しいとか、倒れるのが怖い人はですね、ブックスタンドなんかをここにつけておくと、かなり便利になるかと思います。はい、あ、これもシール後で剥がします。で、こちらはもう下にベタッと。地べたにつく、まあ、広い感じですね。これを狭くすることによって、狭くなります。あと文庫本ですね、にっていうですね、野崎まどさんの小説めちゃくちゃいいです。こちらはですね、まあここは結構大きすぎかな。あ、ちょっと違うな。ちょっとここ文庫サイドにしてほしかったなと思いました。引き出しに入れる分には全然 OK だと思います。続いて雑誌や説明書を収納できる A4 の収納スペースがあります。がっちりした蝶つがいがついておりまして、扉がかっちりと閉まる作りになっております。じゃじゃんと、はい、サイズがですね A4 となっております。書類とかファイルとかはここに詰め込んでおけばいいかと思いますね。他にもですね、こんな特徴があります。低めに設計されております。ロゴスタイルリビングに最適です。このリビングのですね、低さを避けることによって部屋のですね、空間が広く感じられます。またロースタイルなんで、テレビボードと使うのではなく、ここがちょっとなんか段差あるんですけども、まあ、ノートパソコンを置いたりとか、まあ、ここでご飯を食べたりですとか、まあ、普通に座って、まあ、テレビボードをですね、ローデスクとして使うこともテーブルとして使うこともできちゃいます。まあ、収納スペースがかなりいいので、こういった使い方もできるかと思います。続きましてですね、耐荷重40キロまで耐えられるテレビボードの天板。テレビのサイズはですね、約50インチサイズのテレビを乗せることができます。天板の厚みは 2.5 センチ。ここの部分はですね、しっかりとですね、厚みがありますので、しなったりはしないと思います。他にもですね、貼るだけでネジ穴を隠すことができるネジ穴シールも付いております。はい、で今回はですね、監督ホワイトカラーを選択しました。他にも木目調やモノトーンなど、様々な色のバリエーションが豊富に揃っておりますので、自分の部屋のイメージだったり空間ですね、こういった部屋にしたいというですね、まあ、それに近いですね、バリエーションたくさんありますので、選択肢の幅がいいですね。牢屋さんのテレビボードお値段なんですけども、なんとですね、監督値段見てびっくりしたんですけども、本体価格が9990円、なんと1万円を切ってしまいます。
これはありがたい。いや正直これぐらいだったら 2,3 万は確実にするかなと思ったんですけども、なんとゆきちさん1枚で買うことができちゃいます。監督の場合北海道に住んでいますので、まあ、送料がですねプラス 2,500 円かかってしまうのですが、まあ、約1万円で買えるということで、とてもお得なテレビボードかと思います。もうね大満足ですよ。もう大満足です。このテレビボード、レビューもですね、現在400件以上ついております。ただですね、監督購入する際は、そこまで売り切れ製品がなかったのですが、現在結構売り切れ続出してました。牢屋さんの公式ホームページを貼っておきますので、もし興味のある方はですね、チェックしていただければなと思っております。はい、というわけでですね、牢屋さんの新宿型テレビボードを紹介させていただきました。この動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。まだチャンネル登録をしてない方は、ぜひこの機会にお願いいたします。この監督ラボでは、自分の心に響いた映画やドラマや本などを紹介しております。またおすすめしたい家具やあと家電製ガジェットもですね動画として出しておりますので、興味がある方はですねぜひ登録をして他の動画も見ていただけますと幸いです。あとこの動画面白いなと思ったらいいねを押していただけますと大変嬉しいです。はい、監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。収納性とおしゃれが置き場所が自由自在です。アンティークソファー、アンティークロフトベッド。